こんにちは、デリッシュキッチンです。包まない大根餃子を作ります。大根5センチはスライサーで薄くスライスします。大根を1枚ずつ並べ、塩小さじ3分の1を全体にかけましょう。10分ほど置いて水気を拭き取ります。キャベツ6分の1個は粗みじん切りにします。ニラ2分の1袋も粗みじん切りにしましょう。ボウルにキャベツを入れ、ニラを入れます。塩小さじ3分の1を加え、軽く揉みましょう。5分ほど置き、水気を絞ります。豚ひき肉 300g を加え、片栗粉大さじ1、酒大さじ1、オイスターソース大さじ1、鶏ガラスープの素小さじ3分の1、おろし生姜小さじ1、塩コショウ少々加え、よく混ぜ合わせます。フライパンにごま油大さじ1を入れ広げます。大根の薄切りを3分の1の量並べ、片栗粉を適量かけます。肉ダネの2分の1の量をまんべんなく広げて入れ、片栗粉を振りましょう。同様に2度繰り返します。残りの大根を並べます。火にかけ蓋をして弱火で6分ほど焼きましょう。皿を使って裏に返します。蓋をし、焼き色がつくまで弱火で4分ほど焼きます。細ネギを散らして完成です。ボリューム満点の一品です。